サントリーとナンバーアンダーラインアイ、そしてビアボール、夢のコラボレーションが紡ぐ新たな物語。ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトークの発表、あなたはもうチェックしましたかサントリーと大人気グループナンバーアンダーラインアイのコラボレーション、そして話題のビアボールをめぐるこのプロジェクトは、単なる商品プロモーションを超え、ファンと企業、そしてアイドルの間に深いつながりを生み出す、 まさに夢のコラボレーションと言えるでしょう。SNS 上では、ファンたちの喜びの声が溢れています。ハッシュタグナンバーアンダーラインアイビアボトークの発表とともに、彼らのタイムラインは、喜びと期待、そしてサントリーへの感謝の言葉で埋め尽くされました。まるで、大好きなアイドルと、そのアイドルを支える企業、そして自分自身までもが一体となり、 一つの物語を紡ぎ出しているかのようです。このコラボレーションは一体どのようにして生まれたのでしょうかその背景にはサントリーとナンバーアンダーラインアイそしてファンの三者それぞれが抱える願いと互いへの深い理解があったと言えるでしょう。サントリーは長年様々な商品を通じて人々の生活を豊かにすることを目指してきました。そして 近年では、単に商品を販売するだけでなく、顧客との共感を育むこと、ブランド体験を提供することに力を入れています。今回のハッシュタグナンバーアンダーライン一部アボトークも、そうした取り組みの一環と言えるでしょう。彼らは、ナンバーアンダーライン愛というグループの魅力、そして彼らを愛するファンの熱情に共感し、 そのエネルギーを新たな形で表現したいと考えていました。一方、ナンバーアンダーラインアイの3人、平野翔、神宮寺雄太、ガン太は常にファンとの距離を近く保ち、彼らの声を大切にしてきました。彼らは音楽やパフォーマンスを通してファンに夢や希望を与えたい、そして自分たちの思いを直接伝えたいと願っていました。 今回のコラボレーションは、そうした彼らの願いを実現する絶好の機会だったと言えるでしょう。そして、忘れてはならないのが、ナンバーアンダーライン愛を愛するファンの存在です。彼らは、アイドルの活動を支え、彼らの夢を叶えるために、様々な形で応援しています。彼らにとって、ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルではなく、人生の大切な一部であり、 心の支えです。今回のコラボレーションは彼らにとってアイドルとの距離をより一層縮める特別な体験となるでしょう。ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトークは単なる商品紹介動画ではありません。それはナンバーアンダーライン愛の3人がビアボールを片手に彼らの活動、友情、そして未来について語り合う、まさに 語り部のような存在。彼らの言葉はファンたちの心に直接響き、まるで一緒に時間を共有しているような温かい一体感を生み出します。第1弾の動画が公開された瞬間、SNS は再び熱狂に包まれました。ファンたちは動画の内容、ナンバーアンダーライン愛の3人の笑顔、そして彼らの率直な言葉に心を奪われ、 コメント欄は喜びと感動のメッセージで溢れ返りました。まるで彼らが直接語りかけてくれているような、そんな錯覚さえ覚えるほどです。このコラボレーションは、単に商品を宣伝するだけでなく、ナンバーアンダーライン愛のファンとの絆を深めるための特別な企画と言えるでしょう。彼らが最高の仲間と最高の時間について語る様子は、 まさにファンが求めていたものです。普段見せない素顔を見ることができる貴重な機会は、ファンを魅了する要素の一つであり、彼らの心を強く揺さぶる力を持っています。また、4週間連続配信という長期的な企画は、ファンが常にナンバーアンダーライン愛に関心を持ち続けるように促します。毎週間新しい内容が展開されることで、 飽きさせない工夫が凝らされている点もポイントです。ファンは毎週の配信を心待ちにし、ナンバーアンダーラインアイの新たな一面を発見していくことで、彼らの魅力にますます引きつけられていくでしょう。今回のコラボレーションは、サントリーという企業が、ナンバーアンダーラインアイというアイドルグループ、そしてそのファンたちへの深い理解と愛情を表現した結果と言えるでしょう。 ビアボールという商品を通して、ファンとアイドル、そして企業が一体となる新しいエンターテイメントの形を作り出したのです。サントリーは、今回の企画を通じて、単に商品を販売するのではなく、ファンとの共感を育むことを目指しています。彼らの戦略は、単なる商品広告ではなく、ナンバーアンダーラインアイ I というアイドルグループとそのファンたちとの深いつながりを、 構築するための戦略的な取り組みと言えるでしょう。サントリーは、ナンバーアンダーラインアイの音楽やパフォーマンス、そしてファンとの強い絆を深く理解しています。今回のコラボレーションでは、彼らが持つ魅力を最大限に引き出し、ファンとの共感を深めるための工夫が凝らされています。ビアボールという商品を起点に、ナンバーアンダーラインアイの3人が、 最高の仲間と最高の時間について語り合うことで、ファンは彼らの飾らない素顔や人間味に触れることができます。これは、ファンがアイドルに抱く憧れと共感を同時に満たす効果を生み出します。さらに、サントリーは4週間連続配信という長期的な企画を通して、ファンが常にナンバーアンダーライン愛とサントリーに関心を持ち続けるよう促しています。 SNS での話題作りやファン参加型のイベントなども含め顧客とのエンゲージメントを高めるための戦略が展開されています。このコラボレーションはナンバーアンダーライン愛のファンにとってもアイドルとの絆を深めるための特別な企画と言えるでしょう。最高の仲間と最高の時間というテーマはまさにナンバーアンダーライン愛の3人が大切にする価値観であり ファンにとっても共感しやすいものです。彼らの飾らない言葉や表情は、ファンにとって貴重な宝物であり、彼らとの距離をより一層縮める効果を生み出します。4週間連続配信という長期的な企画は、ファンが常にナンバーアンダーライン愛に関心を持ち続けるように促します。毎週間新しい内容が展開されることで、 飽きさせない工夫が凝らされている点もポイントです。ファンは毎週の配信を心待ちにし、ナンバーアンダーライン I の新たな一面を発見していくことで、彼らの魅力にますます引きつけられていくでしょう。さらに、SNS でのコメントや質問など、ファン参加型の企画を取り入れることで、より一層ファンとの絆を深めることができます。 ファンは積極的に参加することでアイドルとの距離を縮め一体感を味わうことができるでしょう。今回のコラボレーションは単に商品を宣伝するだけでなく n ンバーアンダーラインアイのファンとの絆を深めるための特別な企画と言えるでしょう。彼らはファンとの距離を近く保ち彼らの声を大切にしてきました。今回の企画は そうした彼らの願いを実現する絶好の機会だったと言えるでしょう。ビアボールはサントリーが開発した新商品ですが、今回のコラボレーションを通して新たな価値を創造しています。人気アイドルとのコラボレーションは、ビアボールに対する認知度と購買意欲を高める効果があります。若い世代への訴求力を強化し、新たな顧客層を獲得する戦略と言えるでしょう。 ナンバーアンダーラインアイという人気グループとのコラボレーションはサントリーのブランドイメージを若年層にアピールする効果があります特にナンバーアンダーラインアイのファン層は若年層に多く彼らが持つ影響力は非常に大きいです今回のコラボレーションはサントリーが若年層にブランド認知度を高め親近感を抱かせる効果を生み出すでしょう